どうも。この動画では9月16日に行われたディープ1 2 1の感想を話していこうかなと思います。まあね、MMA 史に残るぬるぬるびちゃびちゃ工業だったね、ディープサマーフェスからだいたい2週間ぐらいっすよね。そのスパンでこの工業を打てるディープはね、やっぱ国内の他の団体の中だとちょっと抜けてる感ありますよね。まあライジンはちょっとあれですけどね。ライジンはまあ、なんだろうな。 日本唯一のメジャー団体というか世界で見てもまあでかい団体だと思うんでそれは置いといて国内のまあそのねローカル団体と言われるような団体の中ではディープはちょっと抜きんでてる感あるなって思いましたねまあいい意味でのライジンとの相互利用関係というかそれがうまいっすよねこれ佐伯さんがうまくやってますよねなんかディープで活躍した選手は基本ライジン行っちゃうんですけどでもまたディープに戻ってくることも多いし でその際には、ライジンで得た、まあ、要はプロップスですよね。それを持って帰ってきてくれるんで、まあ、注目度が上がった状態で、ね、ディープに出てくれるんですごいありがたいっすよね。ほんと見事なまでのウィンウィン関係というか、それを構築してるなってのがあって、そこがいいよね。ある種、ドライに割り切ってるというか、まあ、パンクラスのね、USC とか世界に送り出すんだみたいな、その姿勢もいいんですけどね。 最近だとやっぱ、パンクラスから USC に行く人多いっすもんね。ま、鶴屋礼はロードと USC で行って。で、なんなら木下優作とかもね、2年前ぐらいにね、コンテンダーシリーズで行ったし。で、直近だとね、内藤由良選手もまたコンテンダーシリーズ出るんでね。ほんとね、熱いよね。こんな感じでまあ、私の中ではやっぱ、 国内の中だとパンクラスとディープが今いい感じなのかなっていう。パンクラスはね、雰囲気が私好きなんですけど、ディープはお祭り感というか、まあ単純にね、知名度があって面白い試合する人が結構集まってきてるんでいいよね。で、今回の興業もタイトルマッチ2つあってで、他にも無敗のね、相本選手とかもいて、実にいい興業だった。じゃあね、各試合について話していきましょうか。勝敗予想したね、6試合について話していきます。まず一つ目がリキア。 バーサス柏村之助まあこれはねもう俺たちの歌詞復帰戦というか、まあ、別に前線負けてはないんですけどあれですよねもともと今長売れてるね秋元京真選手と春ぐらいに試合決まってたんですけどまあちょっとねやらかしちゃってでそこから期間を空けての、まあ、戦いになったわけですよねム村選手はでどんなパフォーマンスを見せるのかって感じなんですけどまあ序盤からね力也選手がガンガン前に来て そこにね、見事なカウンターのタックル合わして、テイクダウンをしたと。まあ、力也選手もね、もともと大学の、なんかレスリングですごい実績のある選手なんで、まあ、その選手からテイクダウンして、素晴らしかったよね。で、力也選手はね、テイクダウンされた後、まあ、最初、尻餅ついた状態でずっと、柏村選手の頭抱えていて、いや、あれ、トップクラスの柔術家相手にね、あの戦法、ちょっとどうなんだって、見てて、思ってしまったんですけどね。 それならやっぱね、体も強いんですぐ立ちに行った方がいいんじゃないかなとか思って、ぼんやり見てて、で、そっからね、まあ、案の定、柏村選手が頭抜いて、で、マウントにすぐ移行したんかな、で、とんでもないパウンド落として、肘のパウンドか、で、やべえってなったところに、力也選手が嫌がって、後ろ向いて、で、今度はバックについて、で、そっからまたパウンドを入れつつ、ね、手巻いて、バックチョークでフィニッシュ。 慎之介1ラウンド一本勝ちいやお見事でしたねまあ柏村選手は本当テイクダウンできればもう盤石というか素晴らしい試合ぶりでしたね勝つ時はね結構1ラウンドで決めますもんねまあ今回もその流れに見事にはまったというか負ける時は逆にね相手に組で対応されて判定で持ってかれて負けるみたいなパターンなんである種分かりやすい試合をね毎回してくれますよね やっぱこういう選手は試合見てて楽しいし、で、まだ若いんでね、まあ、今後もどん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 成長していくと思うんで、まあ、私はね、今後、柏村選手が何をやらかそうかね、基本的には生温かい目で見ているかなと思いますねあ。まあね、もちろんドーピングとかね、人殺したりとか、なんかそういうね、ガチの犯罪というかね、ガチで相手を傷つけるような犯罪しちゃったらちょっと許せないですけど、まあね、 この前の罪状ぐらいだったらもう別にいいんじゃねって、正直ちょっと思っちゃう部分もあるんでね。やっぱね、柏村選手といえば、何年か前に出たロード 2SC、本当に緊急参戦でね、ライト級で出て、ひたすらね、基温便ですよね、あのごっついやつ、あいつ相手に組みに行ってて、まあ最終的には慶応負けしちゃったんですけど、KO 負けだったっけなんかパウンドで負けた記憶なんですけど、まあでもあの試合見た時からね、もう応援するって心に決めたんでね。 今回もね、見事な勝ちっぷりでよかったっすね。で、続きまして、2試合目、五ミ代ヒロト,ト、vs 相本和樹。まあ、なんだかんだ伸びきれない五ミ代選手と、現在無敗の相本選手か。で、相本選手は練習環境がね、すごいというか、ちゃんとしたジムに所属してるわけじゃなくて、自分たちで考えてというか、もうほぼなんか自分で考えて練習組んでるみたいなこと言ってましたよね。なんだったっけな。なんかの記事で見て、なんか自分で一人だけで、ね、 ね、練習することもまた全然あるみたいですごいよねそれで無敗ってでその中で基本相本選手ってオーソドックスの選手なんですけど序盤からサウスポーで行っててで圧をかけてインローが良かったっすよねただゴミオ選手も回りながら飛び込みのパンチめっちゃ速くてすげえ早かったなでその中で距離が詰まってクリンチクリンチ系のゴミオ選手の肘が良かったっすよねでそっからまた離れて ゴミオ選手が相変わらず飛び込みのパンチ言ってくるんですけど、それで一回聞かしたんかな。相本選手結構聞いてて、ゴミオ、ヒロトがまとめていくと。ただの相本選手も一発カウンターでいいの入れて。で、聞いちゃってるのは相本選手なんですけど、でも組んで、ごまかして、クリンチで、肩パンチしてましたよね。あれ結構良かったっすよね。ガコみたいな。結構痛そうな音鳴ってて、お互いいいよね。ゴミオ選手やっぱ打撃のキレ半端ないし。で、相本選手は、 組を混ぜて戦えるっていうところがすごいよくて。で、そのクリンチ際の攻防で一旦落ち着いたんかな。ちょっと回復した相本選手が詰めてって。で、またケージギアで肩パンチとか膝入れて、組んでテイクダウンして。で、えげつないパウンドね、一発落としたんですけど、それは空振りして、またゴミ男選手が当たって。で、終盤また相本選手が組んでってみたいな。組では完全に相本選手は勝ってる流れだったんですけど。 ダメージ的なね、やっぱ、より効いちゃってるのも相本選手かなっていう。でも終盤またテイクダウンしてパウンド落としたんかな。その流れを見て、1ラウンド目、まあ相本選手でもいいんじゃないかなって思いつつ、まあでも五名選手についてるでしょうねって感じのラウンドで。で、2ラウンド入ってから圧をかける相本と、オーソドックスにまた切り替えましたよね。で、めっちゃいいインロー一発目蹴って。ただでも五名選手の飛び込みのパンチが、やっぱ試合通してずっと入ってて、2ラウンド目も結構入ってましたよね。 組んでいく相本選手ケージギャーで膝を打つと、で、なんとかテイクダウンされないようにこらえるゴミを。で、そっからでも、相本選手がめっちゃ上手にね、足かけて倒したんですけど、でもそれを、ね、うまく透かして、逆にバックにつくゴミを拾うとみたいな。いやー、ここの一連の流れめっちゃ面白かったっすね。あ、お互いこんなんできるんやっていう。で、バックにつかれた相本選手は、バックチョークのディフェンスをしながらも、なんとか引っこ抜いて、で、今度また逆にテイクダウンして、 相本選手がね、次はバックにつくターンがやってきて、で、バックにつきながらパウンド打って、で、そのまま試合終了か。個人的には2ラウンド目は相本選手かなっていう。で、マストで相本選手かなと、そう思いましたね。で、結果的には19対19でしたよね、全員。で、マスト判定で相本っていうところで、一緒でよかったっすね。相本和樹、えー、2ラウンド判定勝ちか。 これ、マスト判定の場合って、一応スプリットになるんですかね記録上は。どうなるんだろう普通にユナニマスディシジョンに扱いになるんかなちょっと後でね、戦績確認しておくんですけど、どうなんだろうまあでも、試合通してね、秋元選手の方が私は良かったかなと思いましたね。やっぱゲームをずっと作ってるのは、相本選手の方だったじゃないですか。前に出るのもそうだし、組んでポジションを先に取ろうとしてるのも相本選手だし。 五名選手はね、2ラウンド目、それすかしてバックついたのは良かったんですけど、でもあくまで相本選手ありきのアクションではあるじゃないですか。であの流れだと、やっぱそんなにダメージでめっちゃ差がついてるわけでもないし、で、テイクダウンは全部相本選手が取ってるしで、で、うん、相本選手の勝ちで良かったかなと、そう思いましたね。あれちなみに私、リアタイできてなくて、後からね、その SNS の情報とか、一切遮断して見てるんで、 ちょっと SNS でどう言われてるんかわかんないですけど、なんかもし仮にごちゃごちゃ言われてるんだとしたら、いやいや、それはちげえだろうっていうのが思いますけどね。まあ、正直なんかダメージって見てる分にはどっちの方が追ってるかなんてわからなくないっすか,か明確にダウンとかしてくれたら、まあそれはダウンしてるの方が効いてるんだろうなとは思うんですけど、でもふらふらっとしたぐらいだったら、そこからトータルでね、なんか相手の方も返してたらわかんなくないですかっていうのがあるんで、 まあそれで考えるとやっぱ常にゲームを作ってコントロールしてより見栄えのいいね、試合にしていた方が勝ちになっておかしくないんじゃないかなって思う派ですね。まあ判定何もごちゃごちゃ言われてないのかもしれないですけど、まあ一応ね、それを見越して言ってみましたね。知っても相本選手、超素晴らしいな。 なんか単なるストライカーというか、まあフィジカルはね結構強いなと思ってたんですけど、フィジカル強いストライカーかなと思ってたんですけど、自分からあれだけ組の、うん、ゲームを作っていけるのは本当素晴らしいなと。で、桃代選手の方は、ここで負けたのはちょっと痛すぎるよね。ストライカー相手の試合でストライカーが負けるのって一番しんどいし、なおかつ組で制圧されちゃったのが本当きついよね。どうするんかな、今後。 まあでもこ,こからまた立ち上がってほしいけどね。ゴミオ選手もやっぱ打撃めちゃくちゃいいんで、まあ、それを今後どう活かしていくかですよね。ゴミオ選手の再起にも期待しつつ、アイム選手はね、このまま無敗でどんどん上がってほしいですよね。で続きまして、関原翔、バーサス杉山公平。杉山選手はね、顔とタトゥーのギャップがすごいよね。あんな背中のタトゥー前から入ってたっけ、まあ、そう思いながら見てて。 で、まあ、序盤から杉山選手が圧をかけて、で、関原選手は回りながら飛び込みの打撃を打つと、でも、スタンドでは関原選手の方が当ててるように見えましたけどね。ただ、その流れで杉山選手がタックルからナイステイクダウン。しかし、立ち上がる関原。素晴らしい対象でしたね。で、その後は関原選手の飛び込みに、右のカウンター、杉山選手が当てたりとか、 で、逆に関原選手がテイクダウン取って、ただそこに杉山選手が足換わして、でもその足感を関原選手が対処してみたいな。結構目まぐるしい攻防がある中で、で、スタンド、その後のスタンドではお互いちょこちょこ当ててみたいな。まあ、1ラウンド目はテイクダウンのポイント分と、まあ、プレッシャーを基本かけてるんで、杉山選手が取ったかなと思いましたね。で、2ラウンド目。2ラウンド目はでも、全体的にスタンドで関原選手の方がいいの当ててましたよね。 たださっきタックルいったのは関原選手だったんかな。でも杉山選手は切って、がぶりつつ、ギロチン狙って、で、最終的には上へ取ったんですけど、まあでも完全には寝かしきれてなくて、一方関原選手はちょこちょこ殴ったりとか、忍者チョークとか、ギロチンとか狙ってて、ポジションは杉山選手の方がいいんですけど、でも関原選手の方が、そのフィニッシュを狙いに行ってるなというか、攻撃をしてますよね、コントロールじゃなくて。 で、そこからまた立ちの攻防になって、お互い結構力使いましたよね。ハンドスピードがかなり落ちてて。でも関原選手は、体のスピードが落ちてないんで、飛び込みのパンチ当たってましたよね。左フックとかすげえ入ってて。で、ただ流れで杉山選手がまたテイクダウン行って、ただすぐに立つ関原。やっぱジャブと左フック、その2つがすごいよくて。で、杉山選手また最後の方を組みついて。でもやっぱ組み際でパンチ当ててるのは関原みたいな。 私は関原選手がマスト判定では勝ったかなと思いましたね。ただ判定は追われて2、2位で関原選手でしたね。この試合に関しては、杉山選手の方がプレッシャーをかけたんですけど、でもその中でやっぱ、より攻撃してたのは関原選手かなというか、やっぱ決めも狙いに行ってたし、ずっとコツコツ殴ってたし、組まれてても、で寝かしきられてなかったしね、そこまでやっぱ杉山選手がポジションで優位に立ってるわけでもなかったんで、 だ関原選手かなと思ったんですけど、実際追われてて、1人だって20対18、杉山選手もいましたもんね。それはどうかねと思うんですけどね。まあでもその考え方もあんのか、どうなんだろう。まあでも普通に19対19で、マストで関原選手かなと、そう思いましたね。で、まあこの2人に関しては、今後どうのこうのとかあんま言えないっすね。まあこれまフライ級ですよね。まあディーポンね、フライ級は、 まあいろんな選手いるんで、そのままやってってほしいっすよね。で、続きまして、ケンタ、VS 渡辺修と渡辺選手はね、引退するするって言いながら、結局せず、で、知らん間にバンタムからフライに変わっててっていうね、もう変わりっぷりがすごかったよね。で、なんか、渡辺選手はね、序盤からいきなりタックル行きまくってて、なんかこれ、既視感があるなと思ったらね、かつての朝倉海斗の戦法と全く一緒っすよね。 まあ井上直樹戦でもそうだったか。もうひたすら打撃全無視のタックル無双っていう感じで。ただ、そこにね、健太選手がアームロック合わしたりとか、見事に対応して。で、1回目のタックル切って、スタンドの攻防戻って。ただ、またすぐに行く渡辺。すぐ組みついて。で、今度は健太選手がギロチンとか忍者チョーク合わして対処して。で、またスタンドに戻ると。で、そこからでもまた、再びすぐね、タックルに行く渡辺。3度目のタックルっすよね。でも3度目で寝かしましたよね。 良かったっすよね、しつこくて。で、こっから徐々に徐々に渡辺シュートペースになるんかと思いきや、見事にね、健太選手が忍者チョーク合わして、まあ、あれ完璧に決まってたんっすね。で、そっからなんかずっとね、忍者チョークかけてて、横でね、あの、横田代表、ケイクランの、まあ、健太選手のセコンドっすよね、落ちてる、落ちてるとか言ってて、ほんまかよと思いながら見てたんですけど、まあ、ほんまに落ちててね、健太選手の1ラウンド1本勝ちで、渡辺シュートは失神と。 で、これ解説がずっと村本雄太郎選手だったのかな。騒ぎっぷりがすごいよね、なんか。やったやったみたいなの言ってて。まあ、ケンタ選手と前戦ってますもんね。まあ、それで応援してたのかもしんないですけど、いや、偏りすぎだろ。解説なのに。いいのか、それで。ファイニャンやんみたいな感じで見てて、ちょっと思っちゃいましたよね。やっぱディープはね、私は北岡悟の解説が一番好きですね。あの穏やかな解説。 直近だと、いつやってたんだろうブラックコンバットとの対抗戦でやってたんかななんかあの穏やかにね、状況を説明してくれる感じ、あれ好きですね。普段のなんか狂気に満ちた北岡悟とは全然違う一面が見れるというか、解説の時はね、でもいつも落ち着いてますよね、北岡さん。あれいいよね。まあ、やっぱディープだと、ドミネーター選手の解説が一番人気なのかな、まあ、私は北岡悟のね、解説が一番好きですね。また聞きたいな。 北岡悟が恋しいなって思いながら村本雄太郎選手の解説をちょっと聞いてましたね。で、続きまして、江藤君宏、VS 野村俊太。これはディープライト級タイトルマッチですね。で、こっからが5分3ラウンドになりまして、タイトルマッチがね、全部2ラウンドだったんですよね。それがビックラポンというか、でもどうなんだろう。ケンタ対渡辺シュートって5分3ラウンドだったんかな。ちょっとわかんないな。興味もねえな、別に。だからもう調べないですけど、 で、この江藤対野村。もう野村選手がお見事でしたね。まずなんか最初見て思ったのは、野村選手の方が体がだいぶ分厚いなってのがあって。で、分厚いとね、動き遅くなるんかなと思いきや、めっちゃ速いっていうね。遠目の距離感でジャブを打ちながら作ってて、とにかく速いっすよね。で、江藤選手もタックルに行くんですけど、キル・野村。 で何回もね、タックル切った中で、でも野村選手のカーフキックに合わせて、江藤選手が組み付いて、で刑事レスリングの展開っすよね。ただ取り切れない江藤。1分、2分弱ぐらいかな、その刑事レスリングの展開があったんですけど、まあ、全然ね、ポジションが映らないっていうところでブレイクになって、でブレイク後はでも野村選手の飛び込みの右のタイミングが結構間出してて、早いよね、とにかく。で、細かいステップもめっちゃうまいし、その場にずっといないというか、 あれはレスラーからするともう最悪ですよね。組みに行こうと思ったら避けられるし、で、飛距離詰まったと思ったら次また全然違うとこいるしみたいな。すごいよね、ほんと。まあ1ラウンド目は野村選手が取ったかなっていう。で、2ラウンド入ってから、江藤選手が圧をかけて、野村選手が回るんですけど、その、江藤選手のタックルを切って蹴りを当てたんかな。それで多分江藤選手聞いて、そっから野村選手のパンチが結構入りだしましたよね。 で最初はね野村選手、一気にまとめてフィニッシュしに行こうとしたんですけど、まだちょっと無理ってなると見るや、ペースを落としましたよね。それが素晴らしかったな。一気にまとめに行かないから、江藤選手がタックルに行っても、その余裕を持って野村選手、対処して、で、たまに当てるパンチがずっと危なくて、江藤選手は打撃の避け方もちょっと危ないですよね。めっちゃ頭振るんですけど なんかちょいちょいなんか片目だけで見てる感じになってて、それが危なかったっすよね。で、野村選手のアッパーも入りだして。ただでもなんか、まとめてるときは結構野村選手力入っちゃってるなーってのもあって。でもそっから、中盤ぐらいとか、めっちゃうまくペース配分して、行き過ぎなかったっすよね。サークリングしながら時折飛び込みのパンジャ当てるみたいな。で、残り1分ちょいのところで、野村選手のワンツーに合わせて、江藤選手がまた組んだんですけど、 でも、退社されて、すぐブレイクなって、で、そこからスタンドの攻防で、最後は野村選手の膝が入ったんかな、それでまた江藤選手聞いちゃって、野村選手一気にまとめてみたいな。江藤選手かなり聞いてるなって感じで、2ラウンド目終了と、2位も野村かなっていう。だからこれ、江藤選手はもうフィニッシュするしかないんじゃないかなっていう展開になって。で、前に行きましたよね。それ良かったんですけど、で野村選手はでも回りながらコツコツって。 江藤選手が不用意に入ってきたところにも合わせるみたいな作戦で、でそこからそういう展開がずっと続く中で、終盤、野村選手が右を合わせようとしたんかな。かそこを強引に組みついて、組み倒していく江藤、ナイスタックル、ナイステイクダウンっていうところで、で、組みながらバックをね、徐々に狙ってって、足をかけて、ただ野村選手もね、なんとか防御する。 うんあれはね、本当もう決められないようにするだけでしたよね、ディフェンスとしては。まだ、あ、1、2取ってるし、3ラウンド目もね、そこに行くまでは完全に野村選手ペースだったんで、もう逃げ切りたいでっすよね。野村選手はとにかく、江藤選手の片手を掴んで、バックチョークだけ決められないようにディフェンスして、まあ、片手さえね、塞がってれば決めれないっすもんね。だからそこだけずっと防御して、もう片方の手で打たれるパウンダーもう知らねえよって感じで。 なんとかしのぎきって、野村選手判定勝ち。新王者誕生ということで。いや、見事だったな。素晴らしい試合だった。まあ、最後はね、ちょっともうちょい頑張れよというか、野村選手がなんとかタックルというか、あれを切ってね、もう一回スタンドに戻すみたいなところも見たかったっすけど、あれはもう江藤選手の意地ですよね。最後なんとしてでも決めきるみたいな。まあ、そこにちょっと強されつつも、ちゃんと逃げ切って、 逃げ切るっていう戦略をできた野村選手頭いいよね、うん、素晴らしかったな今後どうするんだろう野村選手は愛人でも普通に見たいし、まあ、ウサパトとねキャリア初期でやってね負けてるんですよねシュートでやって判定負けしてたよねもう一回ウサパトと戦うストーリーも見たいしあとはロードトゥーレッシーとか目指すんだったらそれも全然ありですよね野村選手だったらいけそうな気もするけどね 江藤選手に勝つって相当よあの勝ち方江藤選手にできるんだったらロード 2SC でねグラップラーとか出てきてもなんとかできそうな気もするなやっぱストライカー有利になりつつあるんでねやっぱりその今年のフェザー級でズーカンジェに原口新選手が敗れたところから見てもあんなもんどう見ても原口っしょってね私は思っちゃったんでそれでも負けてしまったんでね まあ判定基準のことで言うと、そのね、テイクダウンとかされても、コツコツ殴ってる方がいいんだっての分かるんですけど、いや、でもあの試合に関してはね、本当にね、そんな殴れてなかったやんっていう、感じカ別に、それ以上に原口選手のコントロールの方が完璧に良かったやんって思っちゃったんでね、っていうのをね、もう何回も言ってもしょうがないんですけど、まあ、それで言うと野村選手はまあ逆の立場になると思うんで。 と今回みたいにでも3ランド目みたいな、3ランドの終盤みたいな感じにされたら、さすがにポイント取れないと思うんで、やっぱ切って、まあ、ポジション、またね、スタンドに戻すのが一番いいんですけど、まあそうじゃなくてもね、ぶん殴るっていうのが必要になってくるんじゃないかなとかね、ぼんやり思いましたね。で、いよいよメイン、福田竜也、VS 滝沢健太。これはバンタム級王座決定戦ですよね。いや、めちゃめちゃいい試合だったな、これも。 序盤から福田選手がもう中央を取って、まあこれはいつものタッキーですよね。タッキーは回りながらね当てていくのがうまいんで,で、いきなり飛び込みの右のストレートボディとか打っててよかったよね。他にもタッキーはカーフとか右のパンチとか打ってって、ただそれをね冷静に見てじわじわと距離を詰めていく福田竜也っていう。福田選手が、ね、一発左のフックを結構思いっきり振って、それでタッキー体勢崩れたりみたいな。なんか井上直也感あるようなね、パンチの打ち方でしたよね。 なんだろう、相手が下がるところに思いっきり振って、なんか体勢崩させてみたいな。結構、井上尚弥がよくやるやつっすよね。もう全然違いますけど、MMA とボクシングで。でもなんかそれで結構、そのね、かなり殺傷能力に差があるんだなって感じに見えちゃったよね、そこで。とにかくでも主導権争いがすげえ面白かったな、この試合。福田選手がじわじわ圧かけるんですけど、でもタッキーも圧かけられっぱなしじゃなくて、サークリングしながら、 時に飛び込んで右のパンチ当てたりとか逆に福田選手が入ってくるところにカウンター当てたりとかねまあ距離感はね1ランド目の中盤ぐらいは滝沢選手の方がいい感じに見えましたけどね福田選手は微妙にねパンチが届かないというかただお互いストレート良かったっすね福田選手は左のストレート卓球は右のストレートそれがめっちゃよくてこれどうなるんかなって思ってたらその流れで福田選手が タッキーの膝膝蹴りかな膝打とうとうしたんですよねそこに右フックを合わしてそれでタッキー完全に飛んじゃってレフェリーストップ福田竜也1ラウンド KO 勝ちお見事でしたねいや強えわ福田竜也めっちゃ強かったなあのじわじわ圧かけるのも超いいし冷静に見極めて結構ずっと左のパンジを振ってたんですよね 右のジャブは打ってましたけど、右のジャブちょいちょい打ちながら、結構左のパンチ多めで、あんま前手使わへんのかなと思ったらね、最後はもう左じゃなくて右でしたよね。左だったら多分、あの、タッキーの飛び膝というか、膝蹴り刺さってた気がするんですけど、右フックだったんで、体、ちょっと右にステップしての右フックだったんで、膝蹴りもね、全然刺さらない角度でしたよね。いや、あれは素晴らしかったな、マジで。なんか達人同士の、 居合のね、切り合いみたいな。それで切って落としたのが福田竜也だったみたいな感じにも見えたよね。いや、マジ強い、うん。見事にバンタムにフィットしたよね。2戦連続 KO 勝ちだもんな。いや、面白かった。これもう次、雷陣でもディープでもどっちでもいいからね。元矢と見たいんごねって思って、ヒリヒリさせられちゃったわ、私とか思ってたらね。防衛戦で元矢選手やろうよみたいな指名してて、熱いよね。もともとこのね、 えー、福田選手と元谷選手で王座決定戦やるみたいな話があった中で、まあ、福田選手が1回怪我して流しちゃって、タイトル戦自体も消えて、ただ今度はね、タッキーに元谷選手から変わって、王座戦になってみたいな流れがあったんで、まあディープでね、タイトルマッチ、福田竜也対元谷祐貴とか見れたらめっちゃいいね。いや、めっちゃ見てえわ、そのカード。うん。まあ、来人でもいいんですけど、 あディープで見たいねでもどっちかというとそのカードはあ。でもお互い巡り合わせがあるんでどうなるかわかんないですけどね。元谷選手が次9月末、太田忍選手にまた勝つようなことがあれば、まあディープじゃなくて次戦もライジン、まあ、大晦日とかになりそうなんで、そうなるときついよね。まあそうなったらお互いなんか大晦日別の相手とかでもいい気もするけど、まあ福田選手はでもその前に出てくるんじゃないかな、ライジンに。それはそれで面白いし、いいよね。 ということでね、この動画はディープ121の感想を話してみました。全体的に若手の台頭が目だったし、で、階級を上げた福田選手がタイトル取ったりとか、すごい新たな風がいっぱい吹きましたよね。本当素晴らしい工業だった。いや、ディープ面白いな。うん、今度の興行、次何があるんか、ちょっとチェックしてないですけど、楽しみだな。じゃあ、そんな感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。